はい、ナミさんとのコソコソ話でございますけども、今回はね、FX の取引において最適なパソコンなんですけども、まあ、FX の取引だと、パソコンのスペックね、低くて全然いいんですよね。うーん。ほとんどが、クラウド上で動いてるってところもありますし、MT4 もダウンロードしてパソコンに取り込める、うん。そうなんです。それができないパソコンは逆にないと思いますんで、まあ、おそらくね、 家電量販店に行って、まあ、一番粗末なパソコンでも今はもうすごい性能がいいと思うんでそれでも OK ですしね、まあ、j ジャパネットで進めてるやつだともう何も言うことはないと思うんですよね、まあ、実際に3年とか4年に一度しか私もパソコン買い替えないんで今のパソコンのスペックはどうなのかなっていうことを言われると、まあ、具体的にどうこう言えないんですけども、まあ、ただね 3、4年前のパソコンでも FX 全然できてますんで、まあなんだったら10年前のパソコンでもちゃんと FX 取引できてるんで、まあ中古で1万円ぐらいで買ってもできるんじゃないかなと思います。で、あの細かいスペック私あの言わなかったのは余計混乱すると思ったんですよね。まあその意味では、ナミさん結構具体的に言われていたんですごく参考になるんじゃないかなと思います。まあ私のね、あの、いい言い方っていうか、私のね、おすすめするパソコンの ことについてスペック言わなかったのはどのパソコンがいいんでしょうかっていうあたりあんまり詳しくないと思うんで私の場合は「いや何でもいいよ」ぐいね具体的に言うとしたら家電量販店に一番安いやつとかあとは価格とデザインで決めてくださいと, <laughs> ということかなとかねジャパネットで売ってるやつだったら何でも OK ですみたいな、ね、逆に迷わないのかなとこういうふうな言い方の方がと思っちゃったんですけどねでも奈美さんのような具体的なおすすめの方法 すごく丁寧じゃないかなと思いまして私もそういうふうに進めた方がいいような気がしてきましたね、うん、まあでも今まで FX どうされてたのかなやっぱスマホでされてたんですかね、うん、まあ私はね多分ね FX 専用にパソコン1は用意するみたいな気持ちで質問された方もいたんじゃないかなと思いますけども、うん、そうですねパソコン何に使うかですよね 確かに FX 専用にパソコンを買うって方もいると思いますけども、うん、パソコン使う目的がメールの処理とか検索のためのブラウザー使用ってことでしたら別に FX と一緒のパソコンでも構わないと思うんですけどもね、うん。ただまあ動画編集を頻繁にする場合は FX の取引と 違うパソコンの方がいいんじゃないかなと思いますけど私の場合は1台で何でもやってますんでぶっちゃけそれも <laughs> うん1台でいいんじゃないかなという気はしますけどもねまあでも形にこだわる方もいらっしゃいますんでねそこは大切にしていきたいなというというころでございますじゃあ今日はどうですかね何が起こるでしょうかお楽しみいってらっしゃい